私はですねサラリーマンをやっておりまして、父がですね他界したのをきっかけにこちらの方に U ターンしてきました。 0.7 ヘクタールからみかん栽培を始めまして、今ではですね13ヘクタールの面積となっております。特徴といたしましては、生産から販売まで一貫してですね自社でやっているということであります。自社でダイレクトにお客様にですねお届けをする直販っていうのが大体6割でして、残りがですね百貨店さん、スーパーさん、お土産物屋さんとラジオショッピングと多岐にわたってですね販路を持って、発送をさせていただいております。スマート農業っていうこともですね取り組んでおりましてですね、ICT を使ったですね現場の作業管理などをやっております。スマホから作業報告をやって作業の見える化っていうのを進めております。今後はですね海外展開もですねこういう東紀州の地位から世界に羽ばたいていけるようなねことにしていければないいなというふうに思っております。今は特にみかん取ったりとかをしてますけども、消毒だったり肥料をやったり獣害対策の電柵貼ったりとかなんかいろいろやってますね。社長の方に寮とか貸していただいて今一人暮らししてるんですけども、期待だったり面白そうだなって思ってきたんで不安とかはあんまり感じなかったですけど、やっぱりどの仕事もだと思うんですけど、やっぱり大変なこととかしんどいことっていうのはあると思いますけども、仲間でと一緒にこうやって農業やるのは結構楽しいんで、まずはやってみてください。私は主に現場のリーダーを担当しておりまして、施肥管理、消毒管理やその各人員の配置決めなど僕は主にやっております。愛知県で IT 関連の会社に働いてたんですよね。本当にこの仕事を続けられるのかと思って考えまして、この先一生続ける仕事って何だって深く考えて自分なりに見つけた答えが農業。今までは動力噴霧器といいまして、手でいわゆる散布しないといけないっていうのがあったんですけれども、フィードスプレーヤーっていう自動車付きの農薬散布機みたいなものがありまして、でも車に乗ったまんま農薬が散布できるっていったところでの自動化はうちではちょっと進んでやっております。特に僕は柑橘なんですけれども、これは年に1回しか取れないんですよね。それを1年通して世話かけて、こう今まさに収穫時期なんですけど、やっとみかんになって美味しいみかんできたっていうのが本当にやりがいです。このシステムはアグリノートといいまして、いわゆる日々の日報をデータ化してパソコンやスマホで見られるようにするというものです。スマホを持っていれば誰でもその日々の進捗であったり記録が見ることできますので、いわゆる情報の共有化が簡単っていうところもありますし、あとうちアジアギャップを取っておりまして、それに対応したいわゆる記録ができますので、そのアジアギャップにも適していますので、これを使っております。海外輸出に向けてもですね、取り組んでいってますし、6次産業化についても頑張っているところでございます。農業に関心のある方、ぜひ、一緒にやりましょう。